きの神殿です。神殿前の広場にはいくつもの小さなピラミッドがあります。急な階段です。月の神殿を二人占め、なんという贅沢。破損防止のため登れるのはここまで。降りる時の方が怖そう。月の神殿からまっすぐに死者の道、左手には太陽の神殿、修復した印に小石を埋め込んでます。から写真を撮ってもらうのにガイドさんにカメラを預けてあります。次は太陽の神殿に登ります。ここはてっぺんまで登れます。正面の階段までは横から回り込みます。神殿前の広場は月の神殿よりずっと小ぶりです。正面一番下の階段、月の神殿に比べればずっと緩やか。途中で不意に座り込むのはやめてほしい。真ん中の階段を登ってちょっと休憩。最後の階段、かなりへばってます。
社の大通りと呼ばれているメインストリートは月の神殿から 4km 以上続いているそうです。ケツアルコアトルの神殿、時間がなくて上から見ただけ。ピラミッドのてっぺん、人の重みで崩れ落ちないようコンクリートで固めてます。階段はないけど横から回り込んで登れると説明してます。